流れを忘れた。え。<laughs> これって。勝利、もうちょいちょ。はい。中津 <laughs> <laughs> が見てる。 はいどうもクーターシンカーですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやまあ我々ね19歳になったから初めての選挙昨日行きました昨日初選挙行きましたそうだったねあのさ俺もまあいずれは政治家になろうって思ってるからさそうなのそうだよお前政治家になろうとしてんの当たり前で芸人はどうすればい芸人を経てからさ芸人を経て政治家になるんだ当たり前さ政治家になるんだったらいろいろ公約とか述べていかないといけないよあちゃんと考えてるあちゃんと考えてある俺なんかってさ大学生さ大学生にあった公約を掲げることによって もっと若者の若者がもっと政治にね興味を持つと思うばらなるほどな<う>じゃあ例えばどんな公約あるばん日本の大学全部4月から10月まで夏休みえ長さよや半年休みってあるかよ行く意味ないだろやいや他になんかもっと真面目な公約ないばい他にな、うん、大学の駐車場での当て逃げ1回につき単位マイナス100、うん、いや鬼かよ 単位マイナス100って留年確定やし、うん、もう公約は後から考えるとして、うん、なんかキャッチフレーズみたいなのも考えとかないと政治家はデイジいいの考えてるあいいの考えてれば、うん、どんなの考えてれば不倫は正義お前もう人間やめれ はいどうも始まりましたクーター進化の集まれ終わった進化息ぴったりそうだね第2回にして、第2回だここまで息が合うようになりましたよ素晴らしいありがとうございます始まりました先週から始まって FEC 中運動が。本当にね今回2回目の FEC 中運動。2回目のっていうか、2週目。2週目だね始まりましたねークーター進化の集まれ終わった進化 !2 回目だけどどうすか そうでも1回目よりは落ち着いてるんじゃないかなって思ってたけどめっちゃ緊張して緊張はね始まるとねまだまだ始まるとしますねこれねめっちゃ緊張してるいやでもあの先週からさ月曜日は俺たちーター進化がやってて火曜日大平スタイル水曜日ゴールドリード木曜日きんぴらごぼう金曜日 KYDENGERALSFUC の若手芸人でやってますけど結構なかなかやっぱりいいみたいですよあ本当に おも面白いのができてるらしいです、月曜日から金曜日でそれぞれの芸人の色が出てねでさ、オープニングで僕たち漫才今やりましたけど先週、緊張しすぎて俺もそうだしお前もオープニングの漫才について何も説明しなった説明するの忘れてた、完全に忘れてたあのですね、FEC チューンド、オープニングで漫才やります。 各芸人が各予備の芸人がはいで先週毎週テーマがあるんですよそのテーマに沿った漫才をやるんですけど先週のテーマが「始まり」っていうことでそうなんですよ「始まり」って始まり」っていうテーマで各芸人漫才やって今週のテーマはいはい今週のテーマ立候補今週のテーマ立候補ねまあ昨日選挙があったっていうのもあるんですけど立候補っていうのはさ政治活動だけじゃなくて学校のね あ学級長とかそうそう、級長とか生徒会長の立候補とかもあるさはいはいはい、はいいろいろあるからで、いろいろ輪が広がりそうだなってことで今週はね、立候補っていうテーマであの港は生徒会長やってたからね、中学校の時に俺、中学生徒会長やってたからなうわ、もう学校終わるなそうそう、いや、なんだばいや、まあまあまあ頑張ってたねって言われてたよ、いろんな先生たちからでも、こんな適当な生徒会長は。 今までいなかったっても言われた。言われたんだ。生徒が女装、あ、上中でね上中。上原中学校だったんですけど。勝利もそうでしたけど。いや、まあ。あのですね、あと、リスナーさん、も早くも。こう、ツイキャス今動画、でも。ありがとうございます。このクーター進化の終わった進化やってますけど。こう、ツイキャスでもね、コメントが来てるんですよ。ね。いっぱい来て。あの、先週。あの、僕ら。 FEC 中ド1回目の放送でこんなに反応があるとは思わなくて思った以上にリスナーさんがとてもコメントしてくれてそうなんですよありがたいですあのもう今も今日早速来てくれてますよ黒紫さん19歳なの分かってマドンナさんね19歳ですよバリバリですよ見えないからね港はねねえあと池辺さん港をわじってれば全然わじってないよ 死おだやっかだよ。真顔怖いからな <laughs> 言うな言うな言うな <laughs> 言うな,言うな <laughs> あとあの <うん S 1> 金曜日を担当してる KYDEANJERALS <laughs> の中地も <うん S 1> 港さん老けてるので生徒会長というよりか PTA 会長にしか見えない <laughs> ねえあの。<laughs> 放送で言っていいのか分かんないですけど、苦しますよ。後輩は後輩はどんどん手出して。中地気をつけてね。いや、あのですね、僕らまだね、最初のラジオ番組でですね、そうなんですよそんなに慣れてはないので、ちょくちょく皆さんのコメントも紹介していきますので。読みたいんですけど、まだね、余裕が。同時に2つのことできないんですよ、僕は。僕たちね。 男はできないらしいです。どうやらどうやらしいんだよ。誰から誰から聞いたかわかんないけど。男性は一度に二つのことこなせないらしい。こなせないらしいね。女性は大丈夫？女性はできあんだからドライブするあるでしょ？あのエンダーとか。あエンドアとかあるマップとかさあのエンドア学生エンダー行くんだけど。学生エンダー行くよね。俺なんか大学レポートしてエンドア行くんだけど。 店内の掃除しながら女性が女性店員がドライブスルーの注文取ってるわけへえできるできないよできないよできないでも頑張りますよ皆さん頑張りますよ皆さん僕ら喋りながらはいコメントもね愛知県のユーミンさん慣れてない割には落ち着いて見えるがありがとうございますはいあの何ですか 慣れてません本当に慣れてない感じ出てるから今今下手くそな感じ出てるやっていきますので頑張りますのでいずれは掃除しながらラジオできるように掃除はしないよ FM 機能さんまあまあきれいにはしますもちろきれいに使っていやだからぜひともツイッターとかメールもぜひぜひ送ってきてくださいツイッターハッシュタグハッシュタグで「ひらがなでッターシンカー」で そうなんですよ。番組に関してのツイートつぶやきやってくれたら、そこでも僕ら紹介いたしますのでね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ね、まあ今日もね、先週に引き続きあのコーナーを3つほどやりますので。やりますので。あの最初のコーナーがですね、なりきりゲスト。はい。で続いてのコーナーが、俺たちは大きくなった。はい。 で、最後のコーナーがこれでお前も好きになるということではい、ま各コーナーね面白い内容になってますのでぜひぜひ最後まで聞いてください聞きたいなと思ってますよでここでですねメール来てますよメール来てますね紹介しましょうかはいはいはい滋賀県の滋賀県のようこですようこさんようこさんこんばんはえ久しぶりに月9を見てキュンキュンしてたけど現実に戻された月9って今何やってんのか分かんない月は、一応 なんだっけなんか好きになることみたいな <laughs> ああなななやってるね、うん、やってるやってるそうそうイケメンも3人ぐらい出てます、ね、てる現実に戻されてます <laughs> 先週はフーター進化聞きそびれたさあ そうですか。先週がまあ一発目というでも今日メッセージまで送ってくださいねありがたいですよねあ今日のオープニング漫才聞きそびれた聞きそびれたんですね今からかなもう一回やりますやらんやらんやらんやらないやらないですかやらないですよいやもうぜひぜひあの最後まで楽しんでってくださいはい最後まで聞いて見てるよありがとうございますありがとうございますよろしくお願いしますっっしゃてますかね。ありがとうございますね本当にはいありがとうございますはいはい。まあまあコーナーもやりますし今みたいなあのメールも 番内送ってきてきくくださいはい,はい、はい、よろししお願いします、うん、ではもうじゃあもう行きましょうか行っちゃいましょうかはい CM を挟んで最初のコーナー行きますそれではじゃあ CM! やっていけばなれるよバイ FM ギノワン先輩パーソナリティよりすでにうちよりはグダグダではないよやってイケペイさんがイケペイさん, <laughs> イーさん先輩パーソナリティなんですね残りここ20秒ですありがとうございます残りここ10秒ですはいマイクすお願いします 3, 3 2、1、最初のコーナーはなりきりゲスト <laughs> はいこのコーナーはですね知名度も皆無でゲストも呼べるはずのない僕たちがいろいろ考えた結果コンビの片方が架空のゲストになりきって投稿しようというコーナーです。 本日第2回目のゲストはベトナムからの留学生頭死にビッチャーさんですお願いします今から出てきますあ今一応出てきたんですけどあのヘッドホンっていうのをつけるんですねああのヘッドホンできない <laughs> ヘッドホン大丈夫ですよあヘッドホンできない <laughs> ヘッド大丈夫お願いしますヘッドホン聞こえます 聞こえません。聞こえない分 <laughs> ヘッドホンしてください。あどうも。どうもはいあのー、今回のゲストですね。はい。ベトナムからの留学生頭死にビッチャーさんです。よろしくお願いします。どうも頭死にビッチャーです。頭死にビッチャーさんです。頭死にビッチャーさん。はい。頭死にビッチャーしてますね。<laughs> あの頭に頭死にビッチャーすごいジェルつけてるんですよ。頭死にビッチャーしてますね。 すごいなこれ漫画でしたから見たことないぐらいピッチャーしてますよお願いしますよろしくお願いしますああなるほどねベトナムから来たということでベトナムから来ましたお願いしますあの那覇から自転車でここまで来ました那覇から自転車で来たんですかはい儀の腕ですよこっち死に疲れた死に疲れた死に疲れた方言使えるんですねはいへえ 死に疲れましたか。死に疲れました。頭死にビッチャーさん。はよろしくお願いします。なんかなんて呼べばいいですかね。頭死にビッチャーさん。死にビッチャー。あ、死にビッチャーさん。死にビッチャーって呼ばれてます。あ、みんなからですか。あ、皆さんからは死にビッチャーさんって呼ばれてるということで。ビッチャー。ビッチャーさん。ビッチャー。アブアブドゥラザビッチャー。誰よそいつ。わからないから。ビッチャーって呼んでください。あ、ビッチャーさん。はい。よろしくお願いします。ユタシク。あ、ユタシク使えるんですね。 方言いろいろ知ってるんですねはい何でもないです大丈夫ですシニビッチャーさんは日本にどういう理由で来られたんですかお金最低だなお金を稼ぎに来てお金を稼ぎについでに日本語の勉強してますああなるほどね日本語の勉強日本語の勉強お金稼ぎに来てるということでそうでお金稼ぎにってあんま言わない方がいいと思う うん、<laughs> じゃあお金稼ぎに来てるってことはやっぱ仕事とかなんかしてるんですか、はい、アルバイトをしてます、うん、あアルバイトしてるんですか、はい、えどこでされてるんですか国際通りのローソン国際通りのローソンで国際通りのローソンでやってますなんか多分見たことあるかもしれないですね天武巣はい大きい建物天武巣あ天武の下のローソン天、はい、ブスの下のローソンでやってるんですか ここにここにここって言わないでくださいラジオですから胸の方にね左胸の方に名札をここにやってうるさいここにって言わないでくださいラジオ左胸の方にね名札やってやってるってことであ天テンブスだったら僕ら先月 F ライブってことで ああ、あの、昨日から。昨日からなんですね。昨日から。だから見てないんだ。昨日採用されたんです。大変。大変なんですかローソンのバイトはとても大変。大変なんですかはい。何が大変ですかあのエルチキと、エルチキレッドの区別がつかない。つくんじゃない全然つかない。それぐらいつくんじゃない色がちょっと違うでしょわからない。わからないんですかあと、い。唐揚げくんと、唐揚げくんと。 バイトの大城くんの区別がつくない,いや、つくだろよ <laughs> <laughs> つくんだろ。 難しい。いや、その2つはつくだろ。唐揚げくんなのか、大城ろくんなのか。いや、わかるって、絶対わかるって。わからない。難しい。大城ろくん人でしょ唐揚げくん揚げだから。うむずい。いや、気づかないと、その辺は。死にむずい。どこで覚えてればマジで。デジバッペ。デジバッペとか使わない。デジバッペ。どこで覚えたばマジで。すごいですね。じゃあ、日本に来て、驚いたこととかありますか驚いたこと驚いたことありますか この国は原付きに1人しか乗らない <laughs> 原付きは1人が普通ですけどねあの、はい、ベトナムは原付きに5人乗る5人乗るんですか5人 <laughs> 5人乗るんですかこの国は原付き1人乗る <laughs> びっくりいや普通じゃない死にびっくり1人が普通だから 初めて見たとき、しかんだ。5人ってサーカスじゃないんだから。5人で乗る。5人乗りの飲み物が。乗り物、乗り物が。ゲンツク。ゲ原付ク。マドンナさんが最近コンビニで外人の店員いるよね。なんでかなって。ああ、あの、ついで。何のついでよ。ついでにやってる。ついでにやってるんですか、あれ。そうなんですか。やってる。はい。 ということで他にも質問いろいろしていっていいですかああちょうだい番内ちょうだい番内ちょうだいどこで覚えてる番内ちょうだい最近覚えた日本語とかありますかああ最近あ覚えました覚えたことあるんですかうん何ですかいったあんままかいがどこで覚えたん？沖縄の民謡ですよ日本語じゃないですよこれいったあんままかいが沖縄の民謡ですからこれ意味わかるかな意味わかりますこれの意味あわかりますわかるんですかはい ガソリンはソフトドリンクではありません。や違うよや。<え>誰に習ったばそれ。ガソリンはソフトドリンクではありませんが、いったんまま海外にならないでしょ。いったんまま界がガソリン飲みたい。言わない言わない言わない。ガソリンは飲むな,言わないです。何言ってるんですか、はい、大丈夫ですかありがとう。ありがとうってなんだ、うん、じゃあ,あの、日本料理は ああ、料理。どんな料理か、日本料理。たくさん美味しいものが多い。あ、たくさん美味しいもの多い。日本多い。嬉しいですね。じゃあ、一番好きなのとか何ですか裏テリヤキマックバーガー。裏テリヤキマックバーガー、日本料理じゃないです。裏テリヤキマックバーガー。違いますわちとても美味しかった。とても美味しかったじゃない。裏メニュー。あれ、マックのやつですから。裏メニューだし、しかも。あんなちょい足しで、あれはすごい。日本料理じゃないですけど。ぜひ。 おすすめぜひおすすめしてますよ。ウラテリアックマークバーガー。<laughs> うん、違いますよ、うんあの。日本料理じゃないんで。食え。<laughs> 食え。俺に食え。<に>食,え食った方がいいですか、うん、全く食べたことないんですよね。あない。ないですね。食え 食ったがいいですかそうですか美味しいですか美味しいそうなんですねガソリンはアルコールドリンクですかって黒紫さんがぬうあびとやめとけやめとけやめあけ。ヌーめとけぬうあびとがでどこで覚えたのやめてくださいね本当にじゃあの休みの日とか何してるんですかあ休みの日はい休みの日は最近は音楽を聴いてますあ音楽うん 音楽聞いてるんですか音楽を聞いてます。へどんな音楽とか聞いてますああ、ケンバンドケンバンドリンケンバンドを最近聞いてます。へ聞いてるんですね。はい。沖縄の結構。あり、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 カンパン違いま違います、違います。最後が違うなあり、あり、あり、乾杯。パ違い違う。最後が違うな。最後、ビギンになってる。この歌。最後、ビギンになってます。この歌、超好き。 ありありありですから。うん好き。最後、ビギンになって、ビギンは知ってますかビギンビギン。ビギン知らないんですかビギンリンケンてて、ええてて、すごいですね。めっちゃ謎な顔してるけど。ビギンビギン知らないですかビギンビギン結構有名ですよ。シマンチュの宝とか。ビギンビギンもうだいぶ引っかかってるな。ビギンビギン有名ですけどね。ビギン 備品じゃないです品は最近は買ってない買ってない買ってない備品の話してないですよ備品は買ってないしてないですよイケペイさんが一応これ結構無茶ぶりなんですけどシニビッチャーさん「今ベトナムで一番受ける一発ギャグ教えて」あてあるんですかベトナムの言葉で日本の意味でカエルは 食べ物じゃなくて乗り物だこれをベトナムの言葉で言ったら誰が帰るに乗るばデージ滑るデージ滑るんすか言うな言わない方がいいですかベトナム語で言えないですけどね言うな言わないですちょくちょくため口だなあと俺テリアクマックバーガーは食え聞いた聞いたそれは食え聞きました 食わよいました <laughs>、うん、黒紫さんが「カエルは食べ物やで」って「ヌ <laughs> <laughs> ーアビトウガイ」やめとけーーや,やめとけヌーアビトウガイそ,それやめてヌーアビトウガイヌ <laughs> ーアビトウガイってあの聞いてる人たちに言うのやめてもらっていいですか、うん、すいませんねあでもカエルはなんかチキンみたいな味がするって聞いたことありますけどささみみたいな セサミンじゃなくてポケモンスター違違違う、う、うエロモン全然話すじゃないな大丈夫です大丈夫です大丈夫大丈夫です手握ってどうした急に手握った急に手握ってどうしたすいませんすいませんそっちかそっちじゃないですやそっちかやそっちかどこで覚えたうちのうちはどこで覚えてるんですかねああのホームステ ホームステイ、ホームステイしてるの。ホームステイそういうことか。あじゃあホームステイ先の人が結構いろいろ使うってことですか。上ちのババが、ババって言うね。上ちのババが、ババって言うな。上ちのお家に今やっとって、あそうなんですか。上ちのババが、ちょくちょく教えてくれる。方言を。ヌアビトオガヤとか。ヌアビトオガヤはあのあれ窓ガラスは舐めるな。違う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 です役が違うな。 だとしたら今まで言ってたの全然おかしいですよ。あれカエルは食べ物やでっていう質問に対してムアガや。ムアビトウガや。ガラスは舐めるのはおかしいです。そういうことだね。ということでもうそろそろお時間がああ来ちゃいました来ちゃいましたね。いやもう私もこの時間を過ごせてとても光栄。あ光栄ですかうんとですか くなりたたいと思っ僕、日本語上まあ日日本本人ですか語上手ですから。日本人日本人ですよ。ベトナム人じゃないベトナム人じゃないですよ。え顔濃いけど。あなた、ベトナム人じゃないの僕、顔濃い方なんですけど。僕もあなたみたいに喋れるようになりたいと思ったら、日本人なの僕、日本人ですよ。ど類りで上手なわけだ。そりゃそうですよ。ベトナム人なベトナム人じゃないですよ。ウスマサ、ベトナム人かと思ったよ。ウスマサって。 ベトナム人じゃないですか違うんだ違います顔濃いけどしかもしかもからそれは俺より方言使うじゃないですかありがとう本当ですにありがとうございましたはいというわけでですねはい本日のゲストはベトナムからの留学生はい頭死にビッチャーさんでしたありがとうございましたここからまた那覇に自転車で帰るんですかはいそうなんですか応援ゆたしくゆたしくゆたしくよろしくお願いします じゃあ,ありがとう。ございました。ありがとう。はいというわけで、ですね、以上、なりきりゲストでした。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ちょっと、あれだね、時間がいやいやあっという間な時間でしたね。 次で一旦…あ、ありがとうございました。<laughs> 港が帰ってきましたよ。はい。<laughs> メガネすると目いたいんですよね。そうですね。そうですね。でもうしてないから。<laughs> そうなんですよね。あ、多分デイジデーですね。デイジなんか。デイジ。<laughs> ヘッドホンがヘッドホンがむちゃむちゃしないかちょっと心配なんだけど大丈夫ですかヘッドホンむちゃむちゃしても大丈夫です山崎さんがいる10秒ですああ10秒黒村さんがお帰りだそうですはいただいまありがとうございますお帰りって港ですよずっとずっと港ですよこっちがメール頂けます今日今回はあそうなのはい5秒前あそういうこと はい、というわけでありがとうございました先ほどのコーナーがなりきりゲストということでですねりりりきゲストやましたよみなとさなりきりゲストの時さいつもいないさね、どうしてんのあれああれよあのさトイレに行ってるあトイレに行ってるんだよ人ってさ体って覚えるもんだ体は覚えるもの俺毎日なんだけど毎日この時間帯は模様すから。 そうでしょまあまあでかい方マジでいってるうん何も食ってなくても催す体が覚えてるから体が覚えてるからあのなりきりゲストの時間はもう港がうんずっとだからあの FM 技能案のねトイレの中でもあの聞こえるんではいあの聞きましたよなりきりゲストよかったね今日は頭しにピッチャーさんが来てたんですだからさっきチャリこいで行きよっけ中からなゴーパチダッシュしててほんにうん怖いなそうそうそうでさはいはい 最後の絡みでシニビッチャーがさあなたみたいなベトナム人って勝利に言ってたさあ行ってましたね勝利もベトナム人って勘違いされてたでされたんですけど違いますからいやだからどっちかっていうとちょっと設定崩れるけど俺よりもヤーやった方が多分しっくりきたはずかもしれないなってな俺の方がベトナム人だってベトナム人エピソード持ってるでしょベトナム人エピソードあるんですよなあ 僕のことをベトナム人と思って勘違いしてですね <laughs> あの自転車こいてるベトナム人がこけたんですよはいはいしたらあの、はい、俺がこけたと思って助けに行ったっていうある方って言い方してるけどいやのお,母お母さんが <laughs> <laughs> お母がまさか我が子があのねえ ベトナム人と勘違いいするってうしかも俺家に自転車ないしどういうことだかって話だよすごいよねレジ面白いな本当にそうですよねはいここでですねメッセージが1件来てます紹介しましょうお願いしますラジオネームラジオネームお笑い大好き高校生さんありがとうございますありがとうございます湊さん勝利さんこんばんは先週の放送少し聞きましたよありがとうございます夏休みに入ったら最後まで聞きますね嬉しいそうだ高校生だからねそうね早く寝ないといけないから 遅いからね、今11時半で火曜日いやぜひぜひ夏休み終わったら最後も聞いてお願いします話変わりますがはいこの前クラスの男子とコンビ組みましたよおっネタが思いつきませんコンビ組んだのそうなのすごいお笑いちょっと興味あるんだじゃんお笑い大好き高校生っていうぐらいだから嬉しいいいねめっちゃ嬉しいぜひぜひいいんじゃないなんか学校高校生ってことははいあそうそうそう俺はさ 中学の時からお笑いやってるけどそうなんですよ港はねクラスの給食時間とか弁当時間とかやらされてたよね、うん、俺なんか漫才とかやってた、うん、やってたよねおうおうそうそう,そうだから、うん、まあネタはねまあ確かにネタは作ってたけど、うん、ネタよりもなんかおしゃべりとかでさ、うん、そうそうねおしゃべりの中からネタがポンって出てくるみたいなことあるからね,かねか面白いおしゃべりみたいな感じでやるのもいいんじゃないかなっ、うん、めっちゃいいと思うけどねだからクラス 前だとかさあとあの節目節目の行事学園祭でも何でもいいからどんどんなんか前に出てってほしくないそうだね積極的に出て積極的にやったらいいと思いますいずれは FEC にねおおそうだねぜぜひひ FEC に入じゃあここではい次のコーナーいきましょうか続いてのコーナーいっちゃいましょうかじゃあ続いてのコーナーは 俺たちは大きくなったはい始まりましたよこのコーナーこのコーナーこのコーナーはですね、はい、満19歳である2人今年二十歳を迎え大人になろうとしている2人の俺も大きくなったなーっていうエピソードを紹介するコーナーです紹介するコーナーですはい紹介していきましょうか行きましょうかあのですねだから先週もそうだけどさ、はい、結構あのまた今日もいろんな方々から大人になったエピソードを <お>メッセージとか来てるからさ生きてるんですかこれもまあちょくちょく後で紹介したいと思いますはいじゃあどうでしょう勝利はなんか最近大人になったなっていうエピソードありますありますよ、うん、<laughs> 教えてじゃ <laughs> 最近大人になったエピソード大人になったなっていうね兄弟喧嘩が少なくなったなとあ, <laughs> あ兄弟喧嘩そう勝利は何兄弟なの 3人兄弟で上にお姉さん下に弟がいるんだけど <laughs> 上にお姉さんがいるお姉さんお姉さんがねお姉さんとはまあ喧嘩多いんだけどあ多いんだまだはいはい <laughs> まだ多めなんだけど弟がねすごい弟との喧嘩がすごい減ってあ弟はいくつなの弟はですね今高校1年生高校1年生4つ下4つ下今年今19だから俺らそうそうそうええ高校生かだからあんまりうん き、喧嘩とかはやっぱりしなくなった。あ、そうなの。うん。え、マジで。うん。だから。あの、一番最後にやった。おっきい喧嘩。が、あれだね。あの。いとこがいるさ。いとこ。はいはいはい。俺、俺にもいとこはいるさ。うん、いるいる。いとこ、いとこの男の子と。俺と弟三人で。うん。 ウィーをね家でああ w してたんだけど家庭用ゲームそうそうこれ中2ぐらいの話なんだけどうんはいはいウィーしててでそしたらあのウィーのさコントローラーが2つしかないわけよああえっと今勝利と弟といとこの3人でやってるのにコントローラーが2つしかないからウィーリモコンが2つしかないそうそう2人ずつしか遊べないさああそうだねマリオやりたいのに マリオやってたんだねマリオやってたけど二人でやってんだけど二人ずつだからか順番を決めていとこと弟の番じゃあ次はいとこと勝利の番次は勝利と弟の番みたいな感じで順番で順繰り順繰りでやってたんだけど次俺といとこの番のはずなのに弟がリモコン持ち出すわけよコントローラーいや一応中3やしやそんな <laughs> いや今そん時中3ってことは <laughs>、うん、あれだろ <laughs> 弟小学生だろ弟小学生やらせ <laughs> や中3なのにはゲームしてる場合じゃないだろだから待っとけってはいはいはい 次勝利の番でしょって弟に俺の番だろって俺の番だろと言ったら弟が違うだろ次は弟である私の番だと私の番一人称先がおかしいやの弟もおかしいしやもおかしい僕のこと勝利って言ってたからの番だって喧嘩になってで口が強いわけ弟あそうなのだから殴ったわけよ いや、殴ったばよ <laughs> いやーの負けだよ、じゃあ殴って、青たん作ったわけよ、<laughs> 弟に<の>。<laughs> いや、口が強い弟に対して殴ったらもう、<laughs> もうやーの負けだよ、それは。うん、何やってるのかって話だよ。で、泣かして。泣かしたばや、しかも。いや、デーショ王かなくて。うわー あとあとあと冷静になって考えてみたら、いとこと弟の番だった。やのせいやし !100 ゼロでやが悪いやしなんだばやすみませんです。殴っちゃだめって黒村さん弟さん、本当にこの番を借りてすいませんでした。待ってツイッター、ツイキャス、バンス。バンスさん。先輩芸人。FEC の先輩芸人、バンスさん。マリオで喧嘩、まさにマリワー。全然意味わからない。 戦争をかけてるかかってないよ全然かかってないよ何を言ってるかって話でいやでもまあ今はもうじゃああんまり喧嘩してないってことか今はそうだね喧嘩なくなったねそうですか朝無理やり起こされたら喧嘩する朝はちょっと俺も不機嫌になる朝は不機嫌になるあそうですかはあるあのさまあ今日オープニング漫才でもね軽くネタにしたんだけど昨日だから選挙にね 初めて行ったじゃないですか。そうだったね。選挙始めてね。十九歳、十八歳の選挙権だから。俺も行きました。だ、やっぱりあのね、投票、国のために一応ま投票するっていうのはね、ちょっとあのなんか大人になったなっていう感じが本当にねしたな。大人になったなって感じはするよね。だから、まあでも生徒会長やってたんで。そうですね。港は。生徒会長。 中学の時に俺生徒会長として生徒会長になりますってことの俺立候補して立候補してたよそん時に俺演説した,したんだみ,みんなの前でやってさ演説やって俺ちょっと大人になったなって感じはしたね全然,全然面白くない演説してた演面白くないって言わんけ <laughs> 面白くないって言わんけえお前演説してたね演説しましたよ俺港の公約覚えてるよあたっての,俺の公約生徒会長になるにあたっての公約 俺,なん俺覚えてないんだけどなんか体育祭とか出たらさはい、はい、運動神経いいやつとかがトップに踊り出るさこの学校とかの体育祭ね運動会とか会とか運動会とかになったら人気になるさねうん、うん、まあまあまあ、うん、確か文化系はちょっとだからそう,うそういうのじゃなくて、うん、一人一人が盛り上がれるようなイベントを開催したいなってみんなとあっあああ 学園祭的なねうんうんうんはい、はい、そうそうそうで卒業まで何もしてなかったやらんかったんかい <laughs> 俺やらんかったんかい俺あとは卒業まで何もしなかった俺何もやらんかったんかいお前 <laughs> 発歳やあだからさだから生徒会長だからうん あの俺たち今年二十歳でしょそうだよ成人式ももう迫ってるわけですよああ<ー>だから生徒会長だから俺もうそろそろ動かないといけないわけ成人式に向けて、うん、あのラジオやってる場合じゃないわけ <laughs> ラジオやりましょうよラジオ大事だからあの一刻も早く俺、うん、上原中学校の現校長先生に成人式の会場を抑える話をしに行かないといけないわけ <laughs> なるほどねは<ん>もう校長先生次なりきりゲストで連れてきて、うん、校長先生アポ取らない <laughs> うん、話しないといけないぜひ,ぜひあのゲ,スゲストで紹介して、ねね、女性らしいです今のあそうなんですね <laughs> らしいですよあのー、まあそうですねでさ <laughs>、うん、あらかじめ募集しましたあ、はい、大人になったエピソード友達とかいろんな人とか聞いたんだけどなるほどねって思ったのが、うん、あのー、ゴキブリが昔より今の方が怖い。うん なるほどね分かる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 あのちびはやっぱ子供ってさ何も考えてないから子供ってやっぱ虫怖くないさ虫怖くないわけよ俺もさ小学校ぐらいまではセミ普通に触れたけど俺今セミが死に怖いセミも触れんばよセミも触れない今嘘でしょ触いやセミは触れるよマジな食える食える食えるなんならいにしえの人かよ 昔の人今の30代40代の人とかセミチョコっていうお菓子があるらしいあんか聞いたことあるセミ用の羽蒸してオーブンで焼いてチョコにつけて食べる普通にチョコ食うよ俺はそんなことしないで美味しいらしいけどいやでもさ分かる気しないめっちゃ分かるもうゴキブリはもう本当に俺食べああそうなんだだからもう夏じゃないですか 多くなってるよ、ね、現れるじゃないですか、もう特にこの時間帯とかですよ、ゴキちゃんがあ,ーあのー、玄関とかにさ、うん、いるんだよ、いるね、もうど,どかんやし、あれなんかまた、こっちからアクションかけんって、全然どかない、アクションかけたらかけたで、あれなんか飛ぶやし、<laughs> <laughs> 飛んでる時は、もう本当にやめてほしい、飛んでる時はさ、命の危機感じてるから、うん、<laughs> あ ゴキブリはねだからまず最初に卵を産むってええあんまり飛ばさない方がいいですよそうなんだ繁殖しようとする繁殖しようとする繁殖繁殖してて噛むっようとする繁殖しようとするなるほどなる気をつけてくださいでもさセミってあセミじゃないセミじゃないゴキブリってあれなんでしょあのめっちゃ綺麗らしいよ あれ、テカテカしてるさ、体中、あれ、油まみれらしいわけよ、だから、ちっちゃい細菌すら寄せないらしい、へえ。めっちゃ綺麗だからだから、洗剤とかかけたら、油が落ちて、で、弱くなるらしい、ああ、なるほどね、へあ俺はすぐゴキジェットだけど、お前、あれだろ、容赦ないの、全然容赦ないの。 昔はお菓子の代わりだったんだってセミチョコじゃないですかパニパニさんセミ食うってってことでそれに反応してますけどお菓子の代わりにセミ食うまあただだからなそうだねえでも生きたまんまってこと生きたまんまではないでしょではないあれはどんなって食べるのあ唐揚げあ唐揚げにして食べるんですえ素揚げってことですかえ油にたっこんで油にたっこんで食べる素揚げして食べる おいしいんですかねどうなのあっねえちょっと食べたことあるっていう人ぜひなんか教えてください教えてくれたの俺も事前に聞いてるんですけどあそうですかあのの親誕生日とかはい 母の日、父の日とかに少し豪華なものをプレゼントできたときああなるほどねになったなって感じる母の日とかそういうのね誕生日もそうだプレゼント送るようになるからねなんか可愛いねこれそう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 バイトとかもし始めて、俺たちあのうそ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 うちっちゃい、今、いとこがそう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 そしそうそうそなそう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 そかそ 俺たちは大人になったってこうなんですけどメッセージも来てますよメッセージ来てます、はい、ラジオネーム池ペイさん,イイさん先ほどツイッターでもよろしくお願いします池ペイさんはいオスワコードの港ビクトリー、はい、ビクトリー吉し<文>ふ誰タヤが <laughs> 地元早ルの居酒屋カウンターから初投稿したよはいあ,ありがとうございます大人になったのは14歳だった現在 ピッチピチのおっさんが大人になったなぁと最近思った瞬間があったよや文がちょっとめちゃくちゃ14歳だった現在14歳じゃないでしょいつものように公安でギャラリーして帰り公安某 FM 沖縄が FM 沖縄ある FM 沖縄のギャラリーを見学してその帰りに不意に「あ俺って平日のこんな時間に地元から離れてる場所に」 自分の意思で来てそして今から変えるんだって時なんかとっても共感はあるわかるあのもう今もだから大学とかにさ、うん、だから大学俺今宜野湾沖縄国際大学でうん、うん、那覇高校だったんだけどそうだよ那覇から今飛び出て宜野湾の大学に行ってるっていうこれはもう俺ちょっと大人になったんだすごいよねあの広がったね世界が免許取ったのもあるし免許取ったのもあるしねあとさ 夜の時間も増えたさそうだね高校生卒業してからはもう10時以降も外を歩けるようになったから確かにそれはあるね、うん、<う>いっぱい動けるし、ね、動ける時間も<う>場所も。 いいっぱいいけるからなんか続々ってなって大人感を味わったなあ<ー>まあそれは孤独感と表裏一体だけどもテヘペロンリーを <laughs> いいですね弾けてますね勢いがあるねで吉文って誰ねいやいいわったのセリフわったのセリフぞよ吉ふいないよ港と勝利、ね、ビクトリーでやっておりますので見えてんのかなですねあの、うん、この リスナーさん、このユーストリームツイキャスをご覧になってる皆さんのですね。あの大人になったなってエピソードもあればぜひぜひ募集してますので、聞きたいなあ。紹介しますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。以上、俺たちは大きくなったでした。 ちょっと作ってもらいますはいじゃあ続いてのコーナーこれでお前も好きになるやりますよ、えー、このコーナーはですねコンビの片方が好きなものをもう片方に熱くプレゼンし無理やり好きになってもらうコーナーです エゴのなすりつけっていうコーナーです。先週第1回でしたけど先週はですね僕が勝利にシャーズナブル、機動選手ガンダムのキャラクターシャーズナブルをプレゼンしましたけど今週は勝利から俺にってことでプレゼンしたいとういまあコーナーの最後にですねプレゼントされた側に好きになったかどうかを聞いて好きになったらまる、興味ないよっていうのは×ということでやりますので。 はいじゃあ早速お願いしてもいいですか今日はですねあエコーかかりすぎてコーナー名が分からんかったよ嘘。マジでパニパニさんコーナー名はこれでお前も好きになるっていうコーナーですよろしくお願いしますはいすいませんありがとうございますはいやりましょう今日はですね後ろで流れてる音楽でもわかると思うんですけどこれはロッキーロッキーですお映画ロッキーはいはい映画ロッキーについて今日はね語っていきたいなと思いますよ 俺ロッキー大好きなんですよロッキーあのボクシング映画なんですけど皆さん分かりますかねボクシング俺一応見たことない見たことはないけどでも一応分かりまする有名だからねなんとなく分かるとは思うんですけどロッキーあのあれみたいなロッキーえっとねロッキーもんもういいよやロッキー今日いいからもうロッキーバルボアバルボアバルボワバルボアだと思うんです あのロッキー好きですから僕ロッキーお前好きなの今日5時間こっからね5時間あと15分でお供していただきたいな15分ですよあロッキー黒紫さんロッキーってエイドリアンそうですよねその通りですエイドリアン知ってる知ってるエイドリアンロッキーのヒロインですねシルベスター・スタローじゃちょっとロッキーについて説明していいですかお願いしますロッキー112345ファイナルまであるんですよワンツースリーワンツースリーフォーファイナルまで多いなやん すごいです多いな大体売れてますからああそうなの ?5 以外売れてますから5以外売れてない5はそうでもないファイブ5はちょっとそうでもないロッキーですね一応僕34が一番好きなんですけど今日ロッキー1の方から話していいきたぜひぜひまずロッキーの紹介しますとはいはい三流ボクサーなんですロッキーは街の街の三流ボクサー全然売れてないというか有名でもない俺なんかみたいなそうだね 駆け出しのクーター進化みたいなクーター進化みたいな感じですね。だからお金もお金儲けもできないし、でロッキーちょっと頭も悪いからボッシングしかしてきな悪そう。頭悪いそう。やめろやめろやめろ。スタローンだろ。おい、お前次スタローンバカにしたら分かってるだろ。分からないよ。ヤクザの仕事とかも引き受けたりしてね。まあなんか生きるためにそうそう生きるためにしょうがない。で、はいはい。 そんな中、その時の世界チャンピオン、アポロ・クリードという世界チャンピオンがいるんですけど、聞いたことあるよ。アフロのね、ちょびひげの。そうそうそう。アポロ・アポロ・アフロ・アフロ・クリードじゃない。アポロ・クリード。アポロ・クリードのアポロクリード世界タイトルマッチがあるんですけど、その相手がいなくなってから。うん。というとあの逃げたあー、対戦相手かそうそう、アポロが強いから。あー、怖くて。うん。ボブ・サップやし、とかとか。 他の人も病気とか全然対戦相手見つからなくて対戦相手に困るわけまあまあいないってなってるもんねでもあれだからメディアには試合しますって言ってあるからみんな楽しみにしてるからもう変更にはできないわけああもう実行するそう絶対試合はしないといけない対戦相手がいないだから当初戦う予定だったやつの代わりに町の三流ボクサーにチャンス与えようっていうなるほどねアポロの計画 はいはいはいなるほど普通三流ボクサーってチャンピオンにチャレンジできないさだと思ううんうん普通できないから三流ボクサーとそうそうそうだからそいつらにチャンス与えてもうもし勝てばチャンピオンですよまあそうだねそういうことですからでロッキーのリングネームがあるんだけどはいはいイタリアの種馬っていうリングネームだっけダサくないダサくないよイタリアの種馬イタリアの種馬だお前ダサくない ダサくないだろ全然あ最高最高イケベさんもイタリアの種馬って言われてたよなそうなんですよイタリアの種馬はいはいロッキー・バルボアダサくないいいだろいいの大丈夫これがめっちゃ気に入られてアポロがうわめっちゃいい名前じゃんっつってでロッキー選ばれるんですよ名前で名前で選ばれちゃってロッキー・クリん？ロッキー・バルボアって名前で選ばれたイタリアの種馬が気に入られて ダサいよねいいリングネームだなよしこいつにしようってなったアポロって何ビビリ違う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 勝てるって思ったやつ違や違うゃうユニークな人なのよアポロはねでそっからアポロと戦うっていうはいはいはいロッキーはトレーニング積んでねはいなるほどねトレーナーがミッキーあミッキーも俺聞いたことあるよそうそうそうおじいちゃんおじいちゃん 昔はめっちゃ強かったあ、そうなんだ。で、今はトレーナーしてる。で、このミッキーのキャラも最高だわけよ試合中とか、お前は戦車だ引き殺せとか言わバカなんだよ。バカじゃないよ。黒紫さん、ミッキーマウスではないですからね。思ったことをすぐつぶやいちゃう人みたいな。はいはい。 一応このボクシングのシーンとかも注目すべきなんですけど俺はロッキーのエイドリアンへの愛かなあ大好きなんだエイドリアンのこと大好きなんですよでエイドリアンの人がちょあんまり可愛くないのもめっちゃ<ー>いいわけ可愛くないんだあ,あ,のあれでしょ「<ん>スター・ウォーズ」のレイヤー姫みたいなそう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 「<laughs> スター・ウォーズ」のレイヤー姫可愛くないけど 可愛くないけどよ、うん、あれ見れば見るほど可愛く見えてくるよそうなんですよね俺も大好きだもん <laughs> 半ソロになりたいなって思うもんエイドリアンめっちゃ可愛いく見えてくるわけあそうなんだ この試合前にチャンピオンとの試合ビビってるじゃないですかビビ怖いもんロッキーは怖いじゃないですかまあまあ戦うからでエイドリアンはそのロッキー勇気づけようって言ってロッキーに頑張ってってエール送るにロッキーに会いに行くわけこれは嬉しい控え室にロッキー頑張ってよみたいな絶対できるわよならみたいな言うんだけどロッキーはそのエイドリアンに対してエイドリアンその帽子似合ってるぜ言いうわけよバカなバカじゃないってばなんでバカ っていうやありがとうな、頑張るよその帽かわいいねその子かわいいね話聞いてないやつエドリアン褒めるホメルこれはまあこう嬉しかっただろうねエドリアンエドリアン似合ってるぜって言うんですけどでまあ試合終わるじゃないですかアポロトの試合が終わって !15 ラウンド戦い抜くんですよああ15ラウンド多いね 15ラウンド、今は12ラウンドとか10ラウンドぐらいなんですけど、昔は15ラウンド、15ラウンドねたくさん戦う。疲れるよ、ラウンド。疲れるんですけど、最後まで戦い抜くと。たたああ、すごいね、それはチャンピオン相手に。三流ボクサーがチャンピオン相手に。そう,そうそうそう、そうそれはすごいじゃないですか。まあ、勝ち負けとか関係ないわけよ、今日も。はいはいはい、ね、戦い抜くことが大事だわけああ、わかるね、それはそうそうそう。それはかっこいい。 エイドリアンはロッキーもつたぼろですよね。はいはい。チャンピオンと戦ったから。もうそうですよ。その姿見てね。ロッキーって叫んで、人混みをかき分けてね。こういういろいろ観客がいる中をかき分けて。ああ、かき抜けて。うん。帽子が取れても関係ないわけ。ああ、もうエイドリアンはロッキーに向かう。そう、ロッキーに向かってリングに上がるわけよ。はいはい。ロッキーもさ、リング上でさ、これ有名なシーンなんだけど。エイドリアンああ、わかるわかるわかる。叫んでるわけよ。これはわかる。これわかるでしょ。わかるわかる。エイドリアンエイドリアンってな。 エビドリアーって聞こえるけどたまにエビドリアーって聞こえるけどたまにエビドリアンのわ分かるよエイドリアンもリングに上がって二人が会うわけリングの上でそう試合終わってねはいでこのエイドリアンに向かってロッキーが最初に言った一言な何だと思うあ疲れたみたいなそうなんか疲れたとか言いそうさありがとう見ててくれたんい見ててくれてありがとうじゃなくて帽子は バカバカじゃないってばバカでしょ人混みもかき分けて帽子飛んでいこうがいくもんだからエドリアンがバカじゃないバカじゃないよ俺帽子は実はそうだよバカでしょ違う違う試合前のエドリアンの姿覚えてるんだよ覚えてるぞ試合前のエドリアン15ランド戦うんだよいやでも好きな人って覚えてるぞ死に殴られるよやってみろかいかんでよやらんやらんよ。なんやらんわすごいさ 覚えてるんあそうですかこのさすごい仲睦まじいシーンとかいっぱいあるわけよなるほどね2人の仲いいシーン制作費ないさロッキーって最初制作費全然なくてやってたんですけどスタロンの身内がだからスタッフするとかああこの撮るにあたってねそう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 であの嫁さんがスタロンのお嫁さんがカメラ カメラ持って、このいろいろなシーンをとりあえず映すみたいな。おお、なるほどね。手伝ってもらって。手伝うんだ。だけど、その前でエイドリアン役の人と、スタロンがめっちゃ仲いいシーンとかやるじゃないですか。まあまあまあ、あの設定はそうだった。それ見て、嫁がちょっと怒る。なんだろう。やきもち焼いてる。やきもち焼いちゃう。映画撮影中に。私とはやってくれない。のになんだろう。エイドリアンとは、こんな仲良くしちゃってみたいな。ばっかり。 結果、総評ばかだよ。敵でしょ、ロッキー。うん。いいんじゃないでもちょっと面白そう。面白しろそう。ほんとに見たことないから。俺、ロッキーのさ、DVD ボックス持ってるわけよ。全部。見たい見たい見して見して。かさん。なんだわよ。嫌い。大事にしてる。嫌い嫌い。嫌いだよ、ロッキーってなんだわ。ばかだもん。ごめん、ごめん、ごめん。好きになりましたかいや、でも面白そう。ほんとにちょっと見たいと思います。しい嬉しい、結構あの。 ツイッターとかでもね、ぱりパぱパんさんも今、裏話は面白いねって、裏話、面白いですかいや、結構、反応あるんでね、見てみたい、ぜひぜひ、本当に、ありがとうございます。はい、よかったですね、ありがとうございます。以上で俺からの勝利から、俺にロッキープレゼンしてくれました、来週は僕からね、勝利に好きなものをなすりつけますので、ぜひぜひ皆さん、楽しみにしておいてください、よろしくお願いします。以上これででお前も好きになるした <laughs> エンディングエンディングです早くもエンディングです早っ早いな早い楽しかったですね 今日何したっけ何で <laughs> 覚えてる十 ?15 ラウンド戦い打った後かよ。何 <laughs> だもや。ここでですね、ちょっとメッセージ紹介したいと思います。はい。ラジオネーム、プリンセスウツボさん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ます初めて聞いとるよ。初めて。慣れてきたら段取りよく進められるはずじゃで。頑張ってのあ。ありがとうございます。ありがとうございます。89歳ぐらいの人。<laughs> 失礼かよ。<laughs> うつぼさんは、お前、あれだよ、よく FEC のライブにも来てくれる方、ありがとうございます、本当に。ありがとうございますね、ツイッターでも反応してくれまして、僕たちは、あれね、俺たちは大人になったっていうコーナーやってるじゃないですか、大人になったエピソードもねうつぼさん、ツイートしてくれてますので、ちょっと大人になったエピソード、ちょっと紹介してみましょうね、うつぼさんの大人になったなって感じたのは、本音と建前の区別がつくようになったとき、深い。 大人だねちょっとわからないちょっと俺らまだ子供とだったからまだ全然わからない全然わからないうわ大人だなだからあのこういうのもぜひぜひ送ってきてください、うん、あの本当にわからないことだらけなんで <laughs> 大人ってこんなのこんなことあるよとかもすごいぜひぜひあの送ってきてくれたらかっこよくない嬉しいです本音と建前の区別がつくようになったって <laughs> かっこいい、ね、言いたい言いたいたな、言言いいいいたた本音と建前は分かるよみたいなね、いずれ言いたいですね。でですね、メッセージメールが来てますよあの、最初にもメールくれた、はい、滋賀県のようこさん、大人になったと思った時はね、はい、自分で美味しいおつまみを作って、島とかハイボールを飲んでくつろいでる時かな、まあ、大人というより、親父だなって。<laughs> いやででも大人ですよ 憧れるよね <laughs> 憧れる憧れるお酒もまだ飲めないですからねまだ飲めないんですよギリギリ今年二十歳とはいえまだ19歳ですからみなとが10月に二十歳,歳で勝利は9月でしょ九月に二十歳になるもうちょいだけどねお互いの誕生日を覚えてるってなんかいいな気持ち悪いな <laughs> 忘れよう <laughs> 忘れないで <laughs> いやーまああの、うん、そうですねあのー、来週もやりますので ぜぜひぜひあの大人になったエピソードとかこういう感じで送っていただけたら参加してくださいよろしくお願いします嬉しいですねはい、まあ、エンディングですけど軽くちょっと告知しましょうか、はい、告知したい告知させていただきたいです、ね「はい、僕たち人芸集団 FEC」は毎月第3土曜日にですねはいあのお笑い劇場っていうライブをやっておりますライブやってますよここ近づけてはいお願いしますあのですね 毎週第3土曜日に第土曜日、あのー、今週の土曜日にありますので7月16日土曜日にお笑い劇場、はい、よろしくお願いします、はいあのー、今年はね今年の今月のお笑い劇場は年に1回の,の FEC 芸人のトーナメント、はい、芸人で一番面白い人たちを決めると FEC で一番面白い芸人を FEC の中でね決めますのでぜひぜひあの見に来てくださいそうですよ7月16日土曜日那覇市国際通り天物天物館4階の天物ホール <で>えー、夜の7時からになります、前売りチケットが1000円、当日,当日券が、えー、1500円、はいあの、受付でねあの、港のチケットくださいとか、勝利のチケットくださいって言ったら、あの前売りの1000円で入れますので,円で入れます、ぜひぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。あとですね、はい、フレッシュお笑い選手権大会、ありますよあの、年に1回これもやってるんですけど、うちの FEC が主,主催のね。あの フレッシュお笑い選手権大会はですね、アマチュアの大会です。お<ー>、素人の大会で、うん、あの出場者募集してますので、はい、あのお笑いやってみたいなとか人前でネタやってみたいなっていう人ぜひぜひあの応募してください出てみてくださいフレッシュお笑い選手権大会。さっきのお笑い大好き高校生さんもどうですか？出てみて、マジで本当に、はい、7月31日があの予選、はい、本戦が8月6日の土曜日、はい、であのー 応募締め切りが7月26日火曜日となっておりますので、はい、ぜひぜひ FEC のホームページから応募できますので、よろししくお願いしますあのそのほかライブの情報も FEC のホームページから、うん、あの調べてみ、みぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします、はい、というわけでですね、FEC チューンド、もうそろそろお別れですけど。<laughs> 今週まあ月曜日は我々 あ明日は火曜日で、うんえー、大平スタイルさんがやりますのです、ね、それもぜひ聴いていただけたらなって思いますはい、はい、この時間帯ですね毎あの月曜日から金曜日 FEC の若手がやっておりますのでぜひぜひ月曜日から金曜日聞いてくださいよろしくお願いしますまた来週もよろしくお願いします以上クーター進化の集まれ,集まれワッター進化でした,でしたありがとうございます,動画はやってますね いろいろお疲れ様でしたとか